quiere. ¿Qué es eso?
とそこの前いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今お時間あります？もうじき俺の彼女の舞台があるんですけど、よかったら見に来ません？彼女が舞台に？ええ、そうなんです。ほう。場所はピンク通りになります。店の前。情けねえな。いや、助けて。黙れ、クソが。大丈夫か？ちょっと何？え？こら、誰だこの男？知らないわ。
わよ、こんな人。この野郎、俺が知らないうちに男作りやがったな。違うんだって、純ちゃん。あ、すまん、余計なことしちまったか。俺はてっきり覚悟はできてるか。ちょっと、純ちゃん、やめて、やめてよ。よせ、落ち着け。やめて。おい、そんなもん出してどないする気や。うおせい、とりゃ、どうだ。せい、参ったか。にぃ、でででででで。おい、ちょっとお前、さあ今のうちに逃げて。そうじゃねえ。いってそちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私なら大丈夫。違う。こら、何やってるんだ。あ、お前らさん、ご苦労様です。実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫？ねえ、大丈夫なの？どういうこと？まあ、カップルの痴話喧嘩ってやつだな。ああ、あの二人がカップル。ってことは、脅してたチンピラってのはお前か。は？いや、勘違いだ。俺も初っ端に勘違いしたが。署まで同行してもらうぞ。違うんだ。一緒に警察に行きましょう。は？私も勘違いをした。そしてあなたも勘違いをした。ここは男らしく言い訳せずお縄につくということで。何言ってんだ。お互い正当防衛だ。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。何？つまりどういうことなんだ。あの男が女性から金をせびろうとして女性は嫌がっていた。痴話喧嘩とは知らなかった。止めに入ったら男が俺に喧嘩をふっかけてきたんだ。そうなのか。はい、すみません、お騒がせして。そして途中、この顔のでかい男が急に入ってきてチンピラをやっつけちまった。そうです。なるほど。もういいか。すみませんでした。いや、もういいです。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく、さあ。すまなかったな。あんたには迷惑かかっちまった。いえ。それにしてもすごい技だったな。柔道をやってたのか。では篠原さん、最近は物騒ですからお気をつけて。篠原、なんで名前を。あんた有名なのか。現役はもう引退してまして、それでまあちょっとした観光に。でもこういう場所を歩くのは慣れていないんで、迷ってるうちにさっきの現場に出くわしまして、本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。そうだったのか。迷惑かけたついでだ。俺でよければ案内するぜ。本当ですか。よろしくお願いします。
ょっとそこな、とりあえずてめえ殴るわ。目障り。やめろ。おら、おら、おら。いらっしゃいませ。はい。またまた。え？よろしく。またまた。何？ああ。はい。よろしくお願いします。おい。申し訳ない。よ。あ。ははThank you.
本当ですか？ああ。何なんだ。風俗行く金が欲しくて、ごめんなさい。お前の彼女が舞台に出るんだって？そうなんですよ。来ても実はここで俺の女がこれから踊る。もちろんご招待です。ゆうやの女が出る舞台ってのは？たまにはいいかもな。でしょでしょ、人間息抜き。では、ご案内します。